はい、おはようございます。マスカラでございます。今日はね、群馬県の前橋市にある伊保新門司さんにお邪魔しておりまして、ちょっとね、今回はね、画面からは見えてないんですけど、橋黒さんと今ご一緒しております。橋黒さんね、大食いというよりかはグルメブロガーみたいな方で、いろいろね、美味しいところ、ブログ載っけてるんで、よろしければ概要欄の方からブログの方ですね、閲覧ください。今回はね、麦と卵っていうメニューをいただく予定で、一応ね、茹で前で 2.3 キロぐらいあるみたいです。通常の麺量は約 200グラムみたいなんですけど、今回はだから11杯以上分のメニュー出てくる形なので、ちょっとどんなものが来るか楽しみに待っております。ということで、今メニューの方が届きました。すごい、見えるかな、こんな感じなんですけど、今日ね、具材がまあチャーシューとネギで、味玉ちょっと別途で注文させていただきまして、でこれね、鶏ほぐしなんですけど、これトリュフオイルがまぶされてるみたいで、かなりね、風味がいいらしいんで、ちょっと楽しんでいきたいと思います。いただきます。一回レモンを外して、ちょっと混ぜる前に麺だけ、全部混ぜていきますね。の味とそのトリュフオイルめっちゃ合う、これ。うわ、これうまっ。でかいな、うまっ、一瞬なくなりますね。食べやすい。味変のレモン、うわー、めっちゃ美味しそう。
レモン絞ると一気にパスタですね。うん、うまいですね、これ。そうなんです、うん、謙遜できないぐらいうまいんですよ。ほんとトリュフ醤油みたいな最初もともと味なのに、やっぱレモンかけるとパスタっぽいようなさっぱりとして、これ絶対ブラックペッパー合うと思うんですよね。合いますね、絶対合いますよね。レモン多めでブラックペッパーかけると、これめちゃめちゃうまいですね。これ絶対。最初はもう本当に濃い味 の、 そのレモンを絞らないときはそれこそ麺類ご飯って感じなんですけど、レモンとか絞ってね、こういうねブラックペッパーかけるとパスタサラダみたいな感覚になるから、結構ね。普段食べる量よりも多分スルスル入ると思う。めっちゃうまい。やっぱレモン、レモンごめんうまい。ありがとうございます。ちょっと締めに。よいしょ。ライスをいただきました。はい、これ。これめっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しいです。うん。美味しい。これしますね。いや、これは追い飯しないともったいない。ごちそうさまでした。これ今日の麦と卵めちゃめちゃ美味しかったです。こちらの煮干しんさん、先日リニューアルしまして、まあ、こちらのメニューがねレギュラー入りをしたんですけど、プラスアルファで今ね中休みがなくなってるみたいでして、ずっと通し営業でやってるので、ぜひ皆さんねちょっと足を運んでこれ食べてください。